アキナのアキナイチャンネル。目の前にあるやん、平成レンタカー。あ、めっちゃいい。キャンピングカーありますも書いてる。キャンピングカー、いや、キャンピングカーって何で運転すんの？とりあえず、ほんなら僕借りに行きますわ。あ、ほんま？はい、車は OK。 ちょっと軽食、まあそのちゃんとしたお昼ご飯今すぐ食べられへんから、ちょっとそれのつなぎじゃないですけど、軽食を買いに行く人、軽食は2000。なんか少ないな6人おってこれだから堀内のみも担当で1000円。1000円やったらいける。1234いけるな。免許証ちょっと集めるわ。なんか怖いわ。じゃあもう直せ免許証持って歩くな。やめろ、トランプみたいにすんな。あれちっちゃないか。あれ、え、5人乗りちゃうん、あれ6人やで、こっち。え、なんでこれん、なんでこれ6人おるで、こっち。そうそうそう、これ5人やろ、乗用車。これ5人。なんでそんな冷静なの。何、一回降りていい。一回降りて。それやっぱ6人、その6人乗るとか大きいから、うん、そう、5人にしました。じゃあもうちゃうや、1人どうすんの。大きいの借りたらええやん。あ、キャンピングカーはもうなかった、うん、ほんでそれはもう残念。キャンピングカーはね、うん、キャンピングカーもいいなっていう気持ちはありましたけども。バンみたいな。はい、バンは先生もちょっと諦めました。バンはあったの。はい、借りよう。バンはありました。借りろよ、はい、それもなかったんやったら分かんねん、はい、あったんやろ。はい、ま、前後しますけど発表は、うん、ここで1人切り離します。こいつ1人は、タクシーで秩父ヶ浜まで、ま、に来てください。あの電車に乗って、あの最後の宅間駅から2000何歩やったから。え、電車で宅間までもう一回乗って行かなかったの。はい。もうだるいって。もう乗れないから。え、道中のなんかうどん食べようみたいな、それ一人立ってねえけど。何笑ってんねん、おい。何笑ってんねん。参加できへんってことか。参加できないです。合流できたらありがたいですけども。誰が行かれ、行けない人、じゃあ発表します。そんなじゃんけんとかじゃないんか。じゃんけんじゃないです。決まってんの。はい。鬼やな。だって仮にね、ここで西川さんっつってできるはずないですよ。いや、西川さん、そらそれカメラマン。そうでしょ。ごめんなさい、発表します。堀内。何でだ。嫌いなりそう。なんでだ、それはな、どういう、何、はい、全部教えてよ、なんで堀内さんなんか。ね、やっぱり、まあ、ディレクターの角さん、うん、ほんでアキナ、ほんで西川さん、このようにやつ消せません、うん、どうしても。まあ、マネージャーの原君か、はい、そうなると堀内さん二択になる、なります。そうなった時に今すごい並んでた、うん、ね、並んでましたけども、原君のマネージャーのね、財布に入ってた金額67,000円、うん、あ、こんな楽しみにしててくれたんや、それすごい感じました、気概を、うん、はい、それやっぱ裏切れないなった時にやっぱ堀内。まあまあ持ってきてたね。なんか水とかちょっと多めにコーヒーも買っとこうかとか言うてたで。なんかめっちゃメンバーのこと気にかけてくれてたで。はい、すいません、ほんまに堀内さん。時間ないんで本当に。荷物詰めましょう。誰が運転する。俺しようか。秋山さんが運転、はい、これちょっとじゃあ、はい、これほんなら免許証とりあえず。狭いね。あれ、ちょ待って。え、待って、ほんまに。じゃ、ほんま。ちゃうねん。お、携帯とかなんも。ちょ待って。出発進行。ちょ、お金取られた、ほんまに。すいません。え、待って、お願い。
僕仲間を切るとかそういう人嫌なんです。ちょっと待って、ありがとうございました。ちょっと待って、お願い、ごめん、ほんまごめん、早いや、めちゃくちゃ早いやん。お願い、とってあんな速く走れんねん。速かったな。あ、追いついた。めっちゃ嫌。これ地元の不良やんな。みんな目合わせん方がいいって。地元の不良や絶対。目合わせんとこ怖い怖い。こういうのほんま無視して関わらんことが一番なの。止まれや。みんな見んように。止まれや。おい、そりゃどこの町もヤンキーはおるか。おい、こっち見れ。怖いな。止まれや。あ、青なったからちょっと。おい、止まれや。今すぐ行かせてもらいます。ものすごいパンだけ持ってる。みんなお願い待って。止まろうか。どっか待ってる。もう一回来てくれるもんやと信じてんのや。呼んであげる。こっち。やばい、死んだ。お前、もうこれでみんなが反省してくれたんかなって。しました。反省した。はい、まあ、あの車はほんまに5人乗りやから。はい、とりあえずうどん屋目指すんで、うん、まずそこにじゃんけん負けた人が来てもらいます。とりあえずそのうどん屋までってことやろ。とりあえずうどん屋からはまた、はい、次の目的地までまたじゃんけんしたらいいってことね。はい、最初はグーじゃんけん、はい。怖い。最初はグーじゃんけん、はい。よっしゃー、よっしゃー。めっちゃやばい。津野さんと俺勝った。めっちゃやばい。あ、めっちゃ嫌。おもろじゃんけんって。最初はグーじゃんけん、はい。よーし。いや、ここの入れ替わりええねん。よっしゃ。よっしゃ。あぶねえ。まあ、とりあえずうどん屋までね。パンだけ渡しといてあげて。タクシー代と。タクシー代と。ほんでこれ誰のお金なん、タクシー代。ちょっとほな、これ今回ちょっと特別に多めに。誰のしか言えよ。場所決まったらほんなら原君連絡するわ。わかりました。それまで何してた。今検索したれよ。ちなみに大きいの借りてたらこんなことなってないね。出発です。じゃあ原君、はい、連絡するから。わかりました、待ってます。秋山さん、運転気をつけてください。優しい。こんな優しい人を切り離したやで。聞いてないやろ、原くん。運転気をつけてくださいって。原くん、頑張って、ほんまに。はい。一時の別れやから、はい。うどんは一緒に食べるからね。わかりました。連絡待ってます。どこで食べても美味しいんですかね。いや、絶対美味しいやろ。うん、今、この、運転、あ、車レンタカー屋さんで聞いたら、1時間、こっから。秩父ヶ浜まで。で、この車が7時までやから。ほう。え？7時。はい、間に合う。いや、間に合います。もうちょっと余裕ある。8時とかにしといた方が良かったね。閉店が7時なんで。うん、車が、はい、車のレンタカー屋さんが。だからもう7時は絶対なんですよ。え、でも6時過ぎとかじゃないの。ただここで朗報です。うん、ここに返しに来なくても、こっから20分先の丸亀市にここの同じ系列の店がありまして、そこに返せばいいんです。なるほどね。はい、系列店やったら返せるってことね。そうです。40分、長く見て40分。うどん食べた後もう一回これじゃんけんってこと。そりゃそうやろ。
次負ける方が俺しんどいと思うよ、うん、まあ、原くんの連敗もありえんねんけど、そらじゃんけんやから。かうどん屋さん先に入ってほんで連絡しますやん。ほんでその間に僕らちょっと食べ終わって、うん、来たタイミングでまあしれっと出て出発する。なんかよそんなん言えんな。あ、これ瀬戸大橋乗るで。じゃあ岡山戻ってもうてどうすんの。わ、乗ったで。綺麗。うわ、めっちゃ綺麗。え、綺麗。アキナのアキナイチャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。先生もすごく楽しみにしてるよ。よろしくね。